次世代自動車において EV、PHEV に使用されるモーターは CO2 の排出削減効果が高く、エネルギー消費量もガソリン車の2分の1以下となります。そこに使用されるモーターをより良いものにするために、ニットクは新しい巻き線工法の開発を進めております。今回は FA ベースにリッツシャトル搬送を採用し、顕著センサー機能付き巻き線モジュールを搭載したニットク独自の EV モーター巻き線ラインについてご紹介します。これは従来のインサーター方式とは全く異なる画期的な巻き線方式となります。まず巻き線部では多本線の完全整列巻き線を空振で実施します。この時巻き線が乱れていないか顕著センサーで確認します。万が一乱れにつながる事象が発生した時には自律的に停止し調整するようプログラムされています。進行法のメリットは電気的不良を大幅に低減できることです。インサーター方式では電線を挿入するときに電線のクロスが複数箇所で発生するのに対し、進行法のカセット方式ではクロスがほぼ発生しません。これにより巻き線工程中に発生する電線の損傷や絶縁被膜の劣化をなくすことができました。これはインサーター方式による電線挿入時にかかる荷重負荷が1000キロから2000キロであるのに対して、カセット方式では10キロ程度の荷重でスロットへの受け渡しが可能になったためです。また設備構成においても U 層、V 層における一時、二次成形は不要となるメリットがあります。進行法による線積率アップ、コイルダメージ、コイルエンド、コイル周長の低減により不良率の低減、モーターの小型化、モーター発熱量、使用する動量の減少につながります。これからもニットクは世界のお客様とのパートナーシップをより深め、新たな商品価値を創造し、革新的なワインディング技術で快適で豊かな社会の実現に貢献してまいります。